サイバーパンク2077はポーランドのゲーム開発会社 CD プロジェクトレッドが開発し2020年12月10日に発売されたアクションドールプレイングゲームである。サイバーパンクの世界観、すなわちサイボーグ手術などの身体改造が一般化した未来世界を舞台とするオープンワールド型のアクションドールプレイイングゲーム。1980年代に アメリカ合衆国で初版がリリースされたテーブルトーク RPG サイバーパンクシリーズを原作とし1993年に日本語版もリリースされたシリーズ第2版サイバーパンク2.02.0の舞台設定も引き継がれている初版のサイバーパンク2013では2013年第2版のサイバーパンク2.0 2.0が2020年が舞台という設定であったのに対し、本作では舞台となる時代を2077年へと変更している。2012年10月にタイトルが正式発表された後、2013年1月にティザートレーラーが公開された。それ以降はしばらく情報がなかったが、北米時間2018年6月10日に、 開催された XBOX E3 2018ブリーフィングで続報となるトレーラーが公開された。翌年、北米時間2019年6月9日に開催された同イベント内で俳優のキアヌ・リーブスがジョニー・シルバーハンド役として初登場する新作トレーラーを公開。リーブス本人もサプライズでステージに登壇し、本作が2020年4月16日に発売する。 ことを発表した。2020年1月17日、舞台となるナイトシティが巨大であるため、テストやフィックス、改善に時間がかかるとして、発売日を9月17日に延期することを発表した。しかし、その後も新型コロナウイルスの影響で一部音声収録に遅れが生じるなど、開発するにあたって、かばしくない状況が続き、6月19日には2度目の 延期を発表。新たな発売日は2020年11月19日とした。2020年10月5日、公式ツイッターで本作のマスターアップを発表した。その一方で、スタジオ側がクランチと呼ばれるリリース直前の長時間労働や残業を従業員に求めていたことをブルームバーグが報じ、批判を浴びた。この報道に対し、スタジオヘッドのアダム・バドースキは、 クランチは決して問題への答えではないが、現状を乗り越えるための他の選択肢は尽きてしまった。追加分の賃金の支払い以外に、スタジオの収益の10%をスタッフに還元する取り組みを行うと発言した。2020年10月28日、次世代基盤を含めた9つのプラットフォームでの展開に向けて、クオリティアップが必要なことや、前述した新型コロナウイルスの影響で、 在宅勤務をしながら作業を行っていることを理由に3度目の発売延期を発表した。マスターアップ後の発売延期は異例であり、業界の常識を覆すような事態となった。新たな発売日は2020年12月10日とした。2020年12月10日、PS4、Xbox One、Windows、Stadia 版が発売された。予約販売のみで800万本を売り上げるなど、 セールス面では、好調な滑り出しを見せた一方で、全プラットフォームで発生している、多数のバグや、PS4 に Xbox One でプレイした、際のグラフィックの質の低さなど、パフォーマンス面の問題を指摘する声が多く上がった。2020年12月14日、公式ツイッターで前述した問題に対する、声明文を発表。初代 PS4 に Xbox One 版でのゲームプレイを、 発売前にきちんとお見せしなかったこと、そしてそれにより、十分な事前知識なしに本作をご購入させて、しまったことについて、謝罪を行った上で、今後配信されるアップデートで問題を修正すること、両機種でのパフォーマンスに満足していないユーザーに向けて、返金対応を行うことを発表した。2020年12月18日、ソニーインタラクティブエンターテインメントから、 プレイステーションストアで本作を購入したユーザーに対し希望者には全額返金を行うことが正式に発表された。また、これに伴いプレイステーションストアで販売されていた本作のダウンロード版が暫定的に販売中止となった。2020年12月19日、マイクロソフトも一部のプレイヤーが本作のパフォーマンスに満足していないことを認め、 マイクロソフトストアで本作を購入した希望者に対して返金を行うと発表した。2021年1月14日、公式サイト内でクオリティに関する取り組みと題した記事を CD プロジェクトレッド共同設立者マーチン・イウィンスキーのコメント映像と共に公開した。イウィンスキーは動画内で旧世代基盤についての見解を説明。我々が望んでいた 品質基準を満たすものではなかったとした上で、私、個人と役員の全員が、本件について深く反省していますと謝罪した。また、本作で多くの問題が発生した理由として、最初に PC 上で素晴らしいと思えるゲームを作り上げてから、家庭用ゲームに落とし込むという当初の方針や、各ハードウェア間の差を過小評価した結果、データ読み込みの調整に手こずっていたことなどを挙げた。 最終的な目標を、プレイヤーが直面している不具合やクラッシュを全プラットフォームで修正することとし、今後も定期的にパッチを配信していくと発表した。2021年2月9日、CD プロジェクトレッドはランサムウェアによる大規模なサイバー攻撃を受けたと発表した。この攻撃によって、本作やウィッチャー3ワイルドハントなど、 複数のタイトルのソースコードや社内文書が盗まれ、一部の社内データが暗号化されるなどの被害を受けた。これに対し CD プロジェクトレッドはランサムウェアによってシステムの一部が使用不能になりましたが、データはバックアップから復元可能です。私たちが要求に応じなければデータを公開されることは認識していますが、攻撃者と交渉する気はありませんと発表した。 その後、盗まれたデータの一部がインターネット上に流出していることが確認された。2021年2月25日、前述したサイバー攻撃の影響で最新パッチの配信を延期すると発表。2021年4月23日、2020、会計年度の決算報告内で本作が2020年に約1370万本を売り上げたと発表した。 その一方で CD プロジェクトレッドに直接返金が申請された本数は約3万本返金に費やされた額は約2億4000万円に上った2021年6月21日 PlayStation アでダウンロード版の販売が再開された販売再開について CD プロジェクトレッドは全プラットフォームで安定性を向上させるため今も 継続的にゲームの修正、改善に取り組んでいるとした上で PS4 においては引き続きパフォーマンスの問題が発生する可能性があるとし PS4 プロまたは PS5 でのプレイを推奨する内容の声明を発表した原作であるテーブルトーク RPG サイバーパンク2.02.0の世界観を詳細に読み込み原作者である マイク・ポン・スミスによる監修も行われるなど、原作の世界観を忠実に反映したものとなっている。日本語版においては、1993年に日本で発売されたサイバーパンク2.0、2.0の日本語訳表現も参考にされており、固有名詞などには従来の表記が踏襲されている。本作で描かれる2077年の世界は、 本作が発売される現実の2020年ではなく、原作であるテーブルトーク RPG のシリーズが展開された1980年代から1990年代の想像力で描かれた未来の2020年代の延長線上にある世界として設定されており、人体改造の技術が発展しつつもインターネットもスマートフォンもワイヤレス接続も一般的な技術にはならず、 現実とは異なる歴史を歩んだ、レトルフューチャー的な未来世界を描いている。原作シリーズが展開された1980年代は、日本のバブル景気による日米貿易摩擦を背景とした日本教理論や、反日感情の高まりにより、ティストピア化した未来世界の権益をめぐって、日本の巨大企業が悪事を働くイメージがリアリティを持って受け入れられていた時期であった。 本作にもこうした世界観は反映されており、サイバーパンク2.0、2.0における主要な悪役組織として登場した日本企業、アラサカなど過去の作品に登場していた架空の日本企業が数多く登場する。原作、サイバーパンク2.0、2.0から半世紀が経過したものの、2077年のナイトシティは未だに巨大企業によって支配された。 ディストピア世界のままとなっている。ゲームはキャラクター作成、すなわち主人公である V の設定をプレイヤーが決定するところから始まる。キャラクター作成時に設定した V のライフパスによって、物語開始時のストーリーの内容や経緯、他の登場人物との関係性は変化するものの、いずれにせよ、ジャッキーという人物とコンビを組んだことをきっかけに、 V は大きな物語の家中へと巻き込まれていくことになる。ある時、V とジャッキーは、レリックと呼ばれる、不老不死をもたらす鍵とされるインプラントに関わることになるが、思いがけない事件でジャッキーは死亡し、品種となった V は、取引の品物に記録されていた人格データが V の意識の中にデジタルゴーストとして居座るようになる。品物に記録されていたのは、 半世紀前の構想で死んだはずのテロリストジョニー・シルバーハンドの人格データであった。導入部以降の流れは一旦共通のメインストーリーに収束し、不死をもたらすバイオチップの謎をめぐる物語が展開されていくものの、物語は本編であるメインクエストと無数のサブクエストに枝分かれしていく。さらに立ちはだかる問題を解決するための手段や、その結果は、 無数に用意されており、キャラクター作成時に設定したい手増えてに応じて、その選択肢が増減する。例えば会話による駆け引きか、金品による取引か、暴力による強行手段か。駆け引きをするなら、無数の選択肢の中から、どの選択肢を選ぶか、あるいは何も選ばないで沈黙するのか、戦闘で解決するならどのような能力を用いて、どのような作戦を立てて、戦うのか、 そして目の前の問題が解決した後に、どのような幕引きを図るか、といった具合である。V は、様々な裏影を受け負いながら、ナイトシティの中で成り上がっていくこととなる。V の関係者、ジョニーの関係者、荒坂サカ社その他本作の、スピンオフ作品、サイバーパンク、エッジラナーズが、10話予定のウェブアニメとして2022年に、ネットフリックスで配信される予定。 制作には、ゲームの開発元である CD プロジェクトレッド、ウェブアニメの配信元であるネットフリックスと共に、日本のアニメ制作会社であるトリガーが参加する。ありがとうございます。